原種ふさは、室町時代中期の武将。原種親の子。種高し、種継の父。受領名は、越前守る。または、越後守る。原氏は、千葉市の所流。九州千葉市の祖となった、千葉州種の末裔との説もある。炎上寺直人と共に、千葉市の執権であったが、漁師共に、千田省、八万省内に所領を有していて。 領友をめぐり対立していた。京徳3年に、鎌倉久保、足利重氏が、関東管領上杉憲忠を暗殺したことに始まる京徳の乱の、蔡、当主、千葉種のりと、園長寺直人は、上杉氏に、種棒は重氏についたため対立が激化し、種棒は、千葉城を襲い、交渉元年8月12日に種のりと、小つとを、 幕張高根の肩を得て、殺害、3日後の15日に種のりの父種鹿を、9月7日に、種鹿の弟種県も打ち千葉総家を、攻め滅ぼしたが、11月24日に、種県の維持千葉み種、地種兄弟を擁立した千葉諸流で、室町幕府方向州の東上ま園に敗れ逃亡、幕張高根も、翌交渉2年に、上園に打ち取られたとされる。 文明3年9月9日に小弓町が上杉氏に攻められた際に戦死した源越前入道は受領名との一致などから種棒のことであるとされている。また、これを別人として文明11年に91歳の長寿で没したとする説もある。ありがとうございます。